続いてはい卵大好きさん可愛いわかります美味しいわかるよ休日に誰かと遊ぶということになった時点でその日は休日ではなくなるめっちゃわかるそれだーそれほん当にわかりますねもうすごい歴史としたクソ用事だもんもうクソでかい用事だよ <laughs> 誰かと遊ぶなんて <laughs> 本当ですようわわかります。 なん,かなんかねはいなんか週一の休みとかにその遊びの約束を入れちゃうと全然休んだ気持ちにならないからか、ね、1> 週1か今週休みないなって思,思っちゃいますもうスケジュールに入れた時点でそれはもう休みじゃないみたいな感じですよマジでわかるめっちゃわかります休み我々にとって休みとはあいいですか、はい、アラームをつけずに寝ることですあー確かに

めちゃくちゃわかる。なんかもう休日に誰かと遊ぶってなったら、その次の日が休みがいいもん。確かに。わかります。なんかやっぱ2日くらい休みがないと、はい、ちょっとしんどいね。しんどいですね <music>